中国のやらせがひどすぎると話題に、先日ツイッターにこのような動画が投稿されました。こちら、中国のテレビが、中国の警察がですね、大雪の中で通行人を助ける様子を撮影しようとしてるんですが、明らかに機械を使って雪がまかれており、また道路上の雪も 事前に機械で巻いたものと思われます。こういった中国の警察は中国人をいじめている様子が大量にですね、動画サイトに投稿されており、こういったやらせで中国政府はプロパガンダを流そうとしてるんじゃないでしょうか。ぜひとも中国政府にはしっかりと 政府として、国家として、最低でも中国人の皆様を国民として保護していただくようにお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。